さて今日この後6時50分からはゴールデンサザエさんウィーク傑作選です、はい、今日は1976年に放送したエピソードをお届けします、はい、そしてその後夜7時からは釜井町2時間スペシャルです。明日からゴールデンウィーク後半戦です、ね、はい、そう休まないですね休まないまた明日です、はい、よろしくお願いします。サザエでございます。お魚くわえたドラ猫追っかけて裸足で駆けてく陽気なサザエさん、みんなが笑ってる、お日様も笑ってる、ルールルルルル、今日もいい天気。買い物しようと街まで出かけたが、財布を忘れて、愉快なサザエさん、みんなが笑ってる、子犬も笑ってる、ルールルルルル、今日もいい天気。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。いや、これはこれは休みが続きますな。天皇誕生日、日曜日、憲法記念日と子供の日。あ、そうか可愛い連れができましたな私なんかは子供の人より端午の節句って言った方がぴったりくるな。そうですね。私、お友達に花勝負もらう約束してるの。これから行ってくるわね。お友達って誰？柳川さんよ。柳川さんって誰かしらね。聞いたことない子だね。こんにちは、おじさん。いやー、来たね。はい。あら、あれが花勝負だよ。あー、きれい。おい、私の話したお友達が見えたぞ。いらっしゃい。こんにちは。お一つ召し上がれ。ありがとうございます。わ、本当に可愛いお友達ね、うん、あのおじさん家の子はいるけど、みんな大きくなっちゃってね、遠くに離れてるんだよ。じゃあおばさんと二人だけですか。おじさんったら寂しいもんだから、毎年鯉のぼりをあげたり、ほら鬼を飾ったりしてるのよ。わあ、すごい。私男の子じゃなくて悪いみたい。いや、何、今じゃ子供の人言うんだから、男の子でも女の子でも構わんよ。ほら見てごらん。おじさん家の子供たちがね、小さい時に背丈を測った跡なんだよ。まあ、じゃあその方にいただいてきたの？公園で知り合った時に約束してたのよ。お友達って言うからてっきり子供かと思ったわ。だっておじさんがお友達でいいって言うんだもん。とってもいい方のようじゃな、ワカメ。うん、私ね、これからも時々遊びに行く約束してきたの。ワカメ、僕にも紹介してくれよ。少し経ってからね。もっと行くんだよあ、ワカメ早速行きさせてもらったわよ。おじさんたちも喜ぶわ。やっぱり勝負が入ると節句の気分が盛り上がるな。パパ、桃太郎さんと金太郎さんとどっちが強いですか？そうだね。ねえ、どっちが強いですか？いや、難しいこと聞くね、タラちゃんは。ねえ、3500円に3000円か。あ、そらね、金太郎さんの方が強いな。そうですか。あなたもいい加減な教え方したもんね。タラちゃんさ、言い出したら聞かないもんだからね。後で困っても知らないわよ大丈夫だよ、本人もあれで納得したんだから。桃太郎と金太郎どっちが強いかって？そうです。あ、そんなことわかんないよ。僕にはわかります。じゃあどっち？金太郎さんです。どうして？タラちゃん、どうしてなんだい？あ、ちょっと待っててください。どうしてかって？ほら来たわよ、あなた。どうしてですか、パパ？いや、あのね、タラちゃん、パ
多分、間違ってたんだよ。本当はどっちも強いんだよね。違いますよ、金太郎さんです。それじゃあね、タラちゃん、パパね、よく考えるから少し待っててくれないかな。考えるんですか、うん、じゃあ待ってます。あ、カツオ、あんたたちタラちゃんに余計なこと聞いてくれたわね。まった僕たちのせいにされては割に合わないよ。そうよ、そうだ、いいことがあるよ姉さん。んなこと言って余計ややこしくなっちゃうんじゃないでしょうね。大丈夫、僕に任せといて。それじゃあわしと母さんは桃太郎が強いっていうのか。そうで、姉さんとマスオ兄さんは金太郎。タラちゃん納得するかね。うまくいくかもしれないわ。よし、協力しよう。まだですかパパ。まだまだまだね。タラちゃんちょっといらっしゃい。パパ待ってます。こっちでみんなで考えましょう。あ、じゃあ桃太郎の方が強いと思うな。断然金太郎です。いいえ、桃太郎です。いや、金太郎ですよ。何しろ桃太郎は鬼たちを退治したんじゃ。強いだろう、タラちゃん。強いですね。あら、金太郎なんか小さい時に熊と相撲を取ってコロッて負かしたのよ。強いだろう、タラちゃん。強いです。どっちが強いと思う。カツオ兄ちゃんは。僕は金太郎。私は桃太郎。ですね、同じです。それでいいんだよタラちゃん、わからないくらいどちらも強いんだ。わかったです。あ、母さん、この傷はなんだね。さあ、カツオの竹にしては高すぎますね。うん、わっ、今日はここまで上がったわ。貴殿はそれもしに似ておるの。いや、本にそっくり。ごめんください、磯野くんいますか。あ、中島だ。おしまいですか。うん、また後でね。うん。おお、もう足を追い越しおった。随分伸びたな。お、背比べをやってるな。植木か。背比べって言えばね、うちのパパなんかすごく武将なんだよ。どういうふうに。それがね。おお、大きくなったな。うん、マサザイ、どうしてこんなところを干すんだい。ん、外へ干したらせっかくの鯉のぼりが見にくくなるでしょ。それでかい。母さん、ちょっと出かけてくる。どちらへ。あ、いや、何、ちょっと、ま、あ、山壮観だな。この上に鯉のぼりか。ただいま。あ、みんな帰っとったか。お父さん、何それ。子供の日だからな、みんなにプレゼントしようと思ってな。うわー、自動車、綺麗な組み飾り。いやっほー、プラモデル。それでお出かけになったんですね。うん、安くて喜びそうなものを探すのに骨が折れたよ。お兄ちゃん、安くて喜びそうなものって何があるかしら。そうだな、安くて喜びそうなのでなくちゃな。お父さん、うん、僕らの感謝の気持ちです。お、まあ、お父さん、こんなとこで。こんなうまいビールはない。いい子供の日だ。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。明日は1970年5月3日の放送回からこちらのお話をお送りします。ゴールデンウィークアニメキャンペーン、サザエさんの見たい作品を応募してね。さらに対象番組を見てくれた方にアニメクオカードもプレゼント。皆さん、ご応募お待ちしております。